ミーナ・スバーリは、アメリカ合衆国の女優、モデル、ファッションデザイナー。1979年2月13日、ロードアイランド州ニューポートに生まれる。父親のアンド・スバーリは、エストニア人の精神科医。母親のキャンディスは、ギリシャ系アメリカ人の看護師。3人の男兄弟がいる末っ子。12歳頃からモデルを始め、クエーカー・オーツ・カンパニーの CM に出演。 テレビシリーズ ER 緊急救命室やシカゴホープに出演。1997年に映画デビュー。1999年のサム・メンデス監督作品アメリカン・ビューティーではケビン・スペーシー扮する主人公を虜にする小悪魔的な女子高生を演じて注目されるようになる。この作品で英国アカデミー賞助演女優賞にノミネートされた。近年は ホラー作品の出演も多く、ジョージ・エー・ロメロ監督の史上のエジキのリメイク作品、デイ・オブ・ザ・デッド、イーライ・ロス、ジェイソン・ブラム制作のテレビドラマ、サウス・オブ・ヘルなどの作品に主演している。俳優以外の活動では、ランコムのモデルを務めたり、ファッションデザイナーとしても活躍している。2000年3月4日に17歳年上の撮影監督、 ロバート・ブリンクマンと結婚後は仕事をセーブしていたが2005年5月の離婚後は再び活発に映画、テレビ等に出演している2005年7月にはコンサートプロモーターのシモーヌ・セスティートと婚約し2010年6月に結婚したが2012年1月13日に離婚したありがとうございます